はい、どうもジャイです。ジャイチューブ始まります。本日はですね、Mリーガーでは初のゲストとなります。イエイ、フェニックスの茅森選手です。イエイ、よろしくお願いします。初、やった。初ですね。もう茅森選手はおそらく初めてお会いしたのが最強戦ですね。最強戦の前になるんじゃないですか。あれどれぐらい前ですか。10年違う、10年も経ってないかな。いやでも下手したら10年ぐらい経つか。うん、そうですね。でその後に、もうその頃にはもう天才すぎる、うん、なんていう、天才すぎる女ジャンシー、女ジャンシーっていうキャッチフレーズです、ね、そうそうそう言われてて、あの加賀まりこさんがそうそう、あの子すごいよっつって、あの今度一緒にやりたいみたいなことをずっと言ってて、でも全然一緒にできてないですね。あ、できてないですか。そう、それが、今やMリーガーとなって、うん、もう大活躍してます僕も、茅森選手の麻雀が、まあ、好きで、もうやっぱ見てて一番気持ちいいというか好きな麻雀です。うん、ありがとうございます。はい、フェニックスビリーですけどまあ今のところはですよ、はい、大丈夫ですか。多分大丈夫。あれ去年何位だっけ。準優勝。そっか、だからあのもうオーラスで1000点上がればいい。そうだ、そうなんだ。近藤さんが、近藤さんか、うん、あ、そっかそっかそっか。しかも近藤さんが今なんかどうなんですか。全然調子悪いですね。いや、でももともと、うん、あの初戦っていうかその前半は調子悪いんです、ずっと例年通りです、はいはい、でこっから多分もう前半かなっていうまだ半分なんで。あれ半分いってます。いってるよね。半分ぐらい、はい、今ちょうど半分ぐらいか。あ、じゃあ大丈夫だね多分。だってそりゃフェニックスだもんね、うん、そう、うん、不死鳥だから。不死鳥だからね。大丈夫、まあ、期待してます。で、茅森選手はだいたい毎年ゼロ付近。いや、毎年そんなことないよ。あれ最高打点は去年は、250ポイントくらいあったんで。あ、そうかそうか。個人5位なんです。5位か、うん、で、その前の年も100ちょい プラスだったんで。マイナスの年はない今まで。ありますよ。あ、あるんだ。トータルすると1年目、2年目はマイナスだったけど、うん、それもいろいろあってのマイナスだったんで、うん、まあまあそれいろいろあるだろうけど。あの1年目もね、はい、最終ハンちゃん打つまでは、はい、ちょいマイナスぐらいだったんで、はいはいはい、トップ取れば普通にプラスするんですけど、はい、その時に、結構下だったんでチーム的に、はい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 、で、7万点トップを2回取らなきゃいけないっていうので、それ1戦目打って、はいはいはい、結構無理したの。あー、そっか。もう後半になるとやっぱ条件がね、ナンバでね、はいはい、何人の親で、うん、なんちゃだったんで、はいはい、結構無理していったんであその時はトップ面だったんだけ ど、無理していって放置してっていうのがあったんで、ね、普通に打ってればトップだったかもしれないっていうぐらいのマイナスだったんで、はい、あの必死に言い訳してるように聞こえないですけどどうなんですか、そのまあまあ普段と、まあ、その M リーグで打ってるチーム戦で打ってるのとのなんか違いみたいのってありますか。私はそんなにないと思ってるんですけど、うん、はい、例えばみんなが負けてる時に結構やらなきゃいけないっていう気持ちになったりとか、うんうんうん、そういうのあるんだ。そうそう、その日に1戦目、うん、誰かがこうラス取って、うん、そしたらなんかすごい気合入るっていうのは自分の中でもあるかなっていうのは、そうなんだ、うん、あります。気合入ったのってプラスになることが多いです多分、うん、じゃあ毎回気合入れるなんか気合入れてるんですけど、はい、一応、はい、逆になんか例えば初戦トップで2戦目、うん、あのラスで私のポイントなくなったりみたいな時になんか思う。いや、それは思わない、まあ、それはないですか。けど、うん、気まずい感じで帰ってくるから、そっち側ね、どうしたらいいんだろうなっていうのは、うん、でも私は絶対気まずい感じでは帰らないんですよ、はい、私がじゃあ仮に、いやあれがさみたいな言い訳してんじゃないかで、やっぱその M リーグの中でも、うん、唯一その女性が3人いる。そうですね、はい、で男性1人、うんうんうん、近藤さんの場合だいぶね、今で言うと最年長か、うん、
なんでもうお父さん的な存在だと思うんですけど、うん、もう楽屋の雰囲気とかチームの雰囲気とかってどうなんですか？雰囲気は全然いいです、うん、で、リオちゃんが、はいはい、リオちゃんが入って、はい、なんかすごい、うん、こうなんか本当に石膏みたいな感じでみんなを明るくさせてるっていうか、順番的には茅森魚谷登場みたいな。そうそうそうです、そうです。なん2個ずつぐらい？いや、全然全然違うの。ユーミンが3つ違って、リオちゃんがもうちょっと下じゃないかな、ここぐらい。3、まあ、30ぐらいの。31、2ぐらいかな、あんまよくわかってないけど、ちょっと離れてる。うんうんうん。あん時いたんすか？俺、面白かった、白鳥ゆるさんの時。あ、その時いなかった。いなかったんだ。うん、いなかった、いなかった。そう、なんかね、出てましたね。そう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 。あれ、ちょっとスーアンコを。そう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 。私も家で見てて、うわーってなってた。やっぱなるんだ。ねえ、だからちょっとこれから近藤さんの復活と。復活を。そうですね。うん、で、また、茅森選手は、まあ、一時の母もやってる。はい、まあなんていうか両党的な感じですけど、うんうん、どう、はい、この両立みたいなのは、まあ旦那も親もこう協力してくれてるんで、はい、まあいい、うん、最近になってようやくこう、はい、旦那が保育園に送ってくれるように、はい、保育園に送るのがちょっと朝早すぎて、はい、M リーグの後とか結構大変だったんだけど、いや今年もそれをやってくれるから。だって M リーグ言っても12時ぐらいには終わるでしょ。そう、帰ってでも12、そんな早く寝れないですよ、麻雀した後に。あ、ちょっと興奮してる。興奮してんのかな、なんか反省とか。反省はあんまりないけど。で、3時、4時ぐらい寝るから、ちょっと朝起きるの大変で。あ、でも協力してくれて。そうそうそう。それで、今年すごい楽になりました。なんで今までしてくれなかったんですか？私が言わなかった。あ、そうなんだ。あ、じゃあ全然協力的な。そう、言えば。で、M リーグとか見てくれてるんです？その。M リーグ見ます。うん、で、最近、はい、やっと、子供が私を見てママっていうような映像を見て、あとフェニックスのマークを見ただけでママっていうのが、それすごいね。そうそうそう、すごいなと思って。俺なんか昔、その今長男がまだちっちゃい頃、うん、Eテレの体操のお兄さん見て、うんうん、パパパパって。いや違う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 。あ、そう、フェニックスのマークで。そう、それがびっくりして。この前、私はほぼスタジオにいるんですけど、うん、はい、たまたま子供が預けられなくて家でこう見てて、はいはい、そしたらこうフェニックスのマーク出てきたら、ママママって言って、あ、そうなの、そんな覚えてるんだと思って、で普段こう一緒に見てるわけじゃないから、私が仕事行ってる間にこう見てるんだと思うけど、はいはい、だと、はい、それ覚えてるんだなと思って。じゃあ結構見てるんだね。そうそうそう、それがびっくりしました。じゃあワンチャンその麻雀も見てるわけじゃん。うん、麻雀も多分分かって、その麻雀だなっていう、ママやってるの多分分かってると思う。最近なんかドンジャラとか出して。あ、やってんだ。そう、自分でなんか一人でなんかやってる。ちょっとなんかまだ M リーグって、要は2世みたいなのもいないから、15年後とかなったとして、で55じゃないですか。はい、あるよね。ありますね。うん、そこまでクビにならなきゃ。まあちょっと今ね、2年連続でっていうのがあるからね。そうそう、ありますね。はい、ということで、ちょっとまあせっかく初めてね、M リーガーのゲストということで、まあ茅森選手、僕も好きな選手なんで、ちょっ と、今まであんまひいきのチーム作らなかったですけど、ちょっと今シーズンはフェニックスを、うん、やった、応援したいと思います。やった、はい、イエーイ。いかがでした？じゃあ、まあ、他の人のYouTube のゲストとか結構ありますよ。いや、あんまりコラボはあるんですけど、他の人の、うん、うん、ね、あんまりなくって、はいはい、でも、ジャイチューブに、はい、M リーが初で出て、そう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 、嬉しい。まあ、コロナとかでね、なんかいろいろと話も伸びて、うん、で、今度、アメトークでも M リーグ芸人っていうのが、ね、すっごい楽しみ、はい、今の時点では放送されてないんですけど、うん、まあこれによっておそらく今まで以上にM リーグ認知されると思いますし。そうですね、はい、期待してます。
はい、楽しみ。はい、ちょっとね、さっきまで、さやチャンネルの方にちょっとゲストとして、はい、出てたんで、もしよかったらそちらもご覧ください、はい、お願いします。大丈夫ですか、ご紹介。さやチャンネル、さやチャンネルオメガで検索してください、うん、まあ、かよむりさやかでも出てくるんですけど、YouTube、はい、じゃあそちらもご覧ください。お願いします。ということでありがとうございました。バイバイ。